And we're back! We got the Crystal of Unsealing. Which... Oh geez, look at that slow... out of the door walking stuff. Oh, she came out fast that time. So unsealing. Unseals the door. To the bathroom. 入れそうだね。行ってくるかい？はい、行ってきます。じゃあ、ここで待ってるからね。はい。ヒザミ、ヒザミじゃないか。黒崎、お前も無事だったのか。ああ、よかった。やっと生きてる奴に会えたぜ。くそ。参ったよな。校舎の外もすげえ深い樹海だしよ。外に出ると迷ってこの校舎に戻ってくることすらできなくなるらしい。一体ここはどこなんだよ、畜生。なんか人玉とかいるしよ。もう帰れないかもしれないな、俺たち。お前、見たか？隣の部屋で、美月さんが死んでる。ああ、見た。俺、ビビっちまってよ。人、目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺、一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。クソ。美月さん、彼氏に四股かけられててさ、昨日そいつ振ったから朝から元気なかったんだよ。だから俺、授業中に面白メールいっぱい送ってやったんだ。そしたら休み時間にめちゃくちゃキレられてさ、ありがとうってメールくれたんだよ。せっかく元気出してくれたのに。あの子供の幽霊たちに殺されたのかな。キザミ、お前何すんだよ。ここではあいつらに殺されるのも俺に殺されるのも同じだ。どうせ死ぬんだからな。Kizumi is just the coolest guy ever. なんだ、どうしたんだ俺。
気を失っていたのか。ユカ、ユカ、どこだ。 Isn't Kizumi cool? He kills innocent people for no discernible reason and he doesn't afraid of anything. He's so cool. Best character in the game. Mr. Kizumi. Maybe it wasn't Morishige that killed Mitsuki. After all. Backslashed open and let's go to chapter 2. Byakuden. Push downstairs. Well, sliced up with edge weapon. Sliced up with edge weapon. Struck with one weapon. We saw that in the opening. And stabbed with another. Huh. Let's go over here. I should probably leave that just for a second later. Alright, so this is why I didn't read. If you read the victim's memoirs, the last one is right there. So you can't get to the body. That's one of the reasons I didn't want to read them. Other than the fact that they're boring. Misato. Kane. Achilles tendon severed with scissors. Alright, so the next part is a lot of reading. Right over there. This might take quite a while. This video is most likely going to be really long just due to this. 数日の間に立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明になっていた児童3名の亡骸と、殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児1名、そして血まみれのハサミを手に放心している。同校の教員1名が発見された。救出された女児の証言から追及は進み、男は女児を含む4名の児童の誘拐と殺害を認めたため、未成年者回収、殺害及び死体損壊などの罪で送検されるも、刑事裁判にて心神喪失が認定され無罪、医療施設に放り込まれた。この犯人の局の男は同校教師で校長の子息であり、生来快活な性質であったが、起因する要素が全く不明の突発性の脳障害から年々教員として弁を振るうことが困難になっていた。事件の数ヶ月前より別の就職先を探す日々を続けていたが、結果は芳しくなく、日中町内を所在投げにふらふらと歩いているところを何度も目撃されていたようだ。男は入所後数ヶ月で看護医たちの隙をついて療養施設から脱走、天神小学校の地下室に入り込み首を吊って自殺した。この事件で殺された児童たちはほとんどが天神小の生徒たちだったが、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児は天神小の生徒ではなく、事件後他県に移っていったとされている。
悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運はその後も収まらず、忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれた。当時60歳になっていた校長は、自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り即死だったようだ。賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に、人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり、現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者、事件を生き残った赤い服の少女だ。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は始まったばかり。このまま追跡取材を進めてみたいと思う。続報に期待していてほしい。この事件、一人女の子が助かっていたのか。しかもこの写真、さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。どうして殺されなかった子まで一緒にここに幽霊となって存在しているんだ。That probably took like 10 minutes. He walks under the, and partially through the desk. Have we even tried the door yet? 閉じ込められたのか。大切な人を案ずる思い、それゆえ受ける痛みや苦しみは、死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖痕。君は、死んだ魚のように目が濁っている。私はここで死んだ幽霊です。そうか、なんて言ったらいいのかわからないが、幸せと不幸は隣り合わせ、安易に幸福を得ようとするにはそれなりのリスクが伴うもの。何を言ってるんだ。あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん、ああ、最後にみんなでやった。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。誰かが。ちゃんと9回唱えた。幸子さんお願いします。9回だよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。そのせいで、いや、そうじゃない、違う。こんな事態、誰かのせいじゃない。わざとかも。お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや。
事に発展するとも知らずに誰も申告しなかったのでしょ。失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまうのです。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはずなのですけれど。あなたはまだ持っているようですね、おまじないの切れ端を。それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。そのすまない、俺急いでるんだ。妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは、人が人を思う気持ち、心そのもの。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強ければ強いほど、まじないはパワーを発揮するのです。ブレンド、マウス、ホック。熱い、待ってくれ、一体何をしているんだ。フリジル、スイーボール。体が焼けるように熱い。おい、やめろ、やめてくれ。オールツイードフリージル、ホックマウススプレッド。私たちの邪魔をする者は許しません。苦しみ抜くといいわ。 What's she talking about? 行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど。Text faded there, my screen turned off. And there we go! We've done that. And now I have a whole bunch of videos that I have to render. So I shouldn't have to record again for a while. So next time, we'll be doing chapter 4. Until then, goodbye.